MLB ドリームカップゼビオ群馬選抜 VS クーニンズさんとの前半戦ハイライトを、まず先頭ね、先頭からクーニンさん、このプレーです。さあ、そして1点ビハインドのところでブラザー TV 藤川さんのライトへのタイムリーで同点に。はい、1点返す。そしてなおもこの回、7番の金子さんのこの当たり、ライトの頭を伸びて越えていく。この打球が勝ち越しのタイムリーに。熱い試合後半戦をどうぞ。はい、良平です、よろしくお願いいたします。はい、ハイライトでもご覧いただきました。本日も引き続き MLB ドリームカップ群馬選抜の試合の様子をお届けいたします。 VS クーニンズさんとの一戦、マンドリはピッチャー変わりまして藤川さんが上がります。はい、初球から外のボールでストライクを奪っていきます。藤川さんといえばね、このクロスもサイドスロー、はい、お次のボールもストライク、いいテンポできてます。はい、そしてこれ打たせた打球はセカンド後方へのフライをガチッガチッ、落ち着いて先頭を打ち取ります。藤川さん落ち着いてます、ライブチ。さあ、お次は藤川さん VS クーニンさん。さあ、どんなピッチングを見せるのか藤川さん。まずインコースから曲がってくるスライダーでストライク。これね、相当インステップなんで、僕も藤川さんともね、受けたことあるんですけれども、取るのも大変なぐらい思いっきり曲がりますよね。これもインコースからの変化球、ただこれはちょっと抜けたかな。インコースボールとなってワンボールワンストライク。さあ、長く持って、これも変化球かな、そこへ逃げていくボール、ツーボールワンストライク。はい、そしてこれ変わってインコース、これがショートフライ。富さんのね、再三の攻守でツーアウトとなっております。さあ、3人で打ち取ることができるのか。これを初球を打ち上げてサードフライ。藤川さんナイスピッチ、落ち着いた投球で三者凡退に抑えております。さあ、中盤で点数重ねておきたいところ。はい、先頭の日比さんナイスバッティング、弾き返した打球はライトへのクリーンヒット、ノーアウトのランナーです。ノーアウトランナー出塁となります。すぐ小沢さん、これもいい当たりだが、これはちょっと打球伸びすぎましたね。いや、めちゃくちゃいい当たりなんですけどね、ライトライナーとなってしまいます。ワンアウト。すぐ2番の酒井さん、これちょっと打たされたような打球ですが、サードゴロとなってツーアウト。ただランナーは進塁しています。さあ、ここまでね、2安打の石井さん、これもちょっと打たされた打球、ただ面白い打球かな。硬い守備、ノーアウトランナーも返せず無得点となります。そしてピッチャー交代、ここで大内さんがマウンドに上がります。年齢39歳、そして翔平がね、ここからファーストの守備につきます。はい、まず初球ストレートで入っていく。お次のボール、はい、続いては変化球、ポンポンとストライクを取っていきます。そしてただこれはね、センターに弾き返されてしまいます。クリーンヒットですね。ナイスバッティングですね。はい、そして構えたところでピタッと、ワンボールワンストライクとなって、ちょっと長く持ってましたね。はい、そしてこれはセンターフライとなってワンアウト。さあ、ここセーフティー、ここで落ち着いて処理してファーストアウト。結果ランナー進塁がされましたが、バッターランナーはちゃんと押さえております。それアウトで、はい、そしてこれが難しいバウンド、セカンド、はい、アウト。ピンチを出して無失点で抑えております。ナイスピッチ。さあ、終盤追加点が欲しいところで4番の塚さんからです。すげえ下半身だ。さあ、打って欲しいところ、おお、初球スローカーブかな、スローカーブから入っております。さあ、チームの主砲4番頼みますよ。外のツーシーム、進化、落ちる系のボールですね。さあ、カウント的にはめちゃくちゃ有利です。マイボールはしばき倒したい、打った、ドンと、よいしょ、ガツンと捉えた打球は左中間へ、これはゴーン。
タンドに突き刺さるホームラン。さすが塚さん。いやー、ナイスバッティング。ちょっと泳がされてましたけどね。それでも頼れん4番の一振りで終盤に追加点です。ナイスバッティングさん、見てください。これちょっとね、甘く入ってきたボールをちょっと泳いでますよね。泳いでても粘れるパワー。いやー、ナイスバッティング。さあ、藤川さん、続きたいところ。この打球はこれはね、アウトとなってしまいます。ワンアウト。さあ、一宮さん、さあ、足があるけど、足があるけど、さすがにこれはね、あ、そう、アウトとなります。ツーアウト。さあ、先ほどライトにとんでもない打球を放った金子さん、ただこれはサードゴロでスリーアウトとなります。ただね、後続倒れてしまいましたが、この回貴重な追加点を奪っております。前の回で引き続き小内さんがマウンドに上がります。はい、初球空振りを奪っていきます。さあね、2点リードでもう終盤、ここからは1点も与えたくないところ。これフラフラッと上がった打球、キャッチャー即反応です。後反応でキャッチャーフライ、ワンアウト。はい、ただね、ここ3ボール2ストライク追い込んでたんですが、ちょっと抜けてね、外れてしまいました。フォアボール。ここで迎えるは4番の小野寺さん。まあね、一発ありますからね、一発で同点となってしまうところ、外に構えます。これ逆方向へまっすぐを弾き返され、打球はレフトの頭を越えていく。すげえ伸び。ただね、これその後の中継がよく、まあね、本塁には返されずに済みました。これ逆方向へ振り抜いてますね。はい、終盤の大ピンチで内野陣集まります。ここなんとか抑えていきたいところ。ここで打席には国兄さんが入ります。国兄さん、打つし小技もするしで、ここの場面では一番嫌なバッターに当たっております。さあ、小口さん、どう抑えていくか。まず初球、初球から打っていく。ショートゴロ、ホーム間に合わない。そしてファーストも送球が合わず、1点を返され、なおもオールセーフとなってしまいます。そして初球のボールの間にクーニーさんが2塁へ盗塁。ワンアウトランナー2、3塁となっております。はい、ここでエンドランをかけていて、キャッチャーフライ、そしてサードもアウト。これショートヒルさん、ナイスカバーです。絶対見えないところからよう飛びました。すごいです。はい、そして最終回に途中出場の翔平の第1打席となります。初球は変化球、バット止まってボール、しっかり見えてるのかな。さあ、続く2球目、これ高めのボール、思いっきりでストライク。あそこのボールはね、翔平さん当たったら飛びますからね。はい、さあ、お次のボール、これがフォークかな、テスラかな、落ちる系のボールを空振りしてツーストライク追い込まれます。さあね、ここまでもバットは触れてますからね。これ当てた打球がキュル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 っとなった打球、ただファーストはアウト。面白い打球だったんですけどね、サードゴロとなってしまい、ワンアウト。さあ、9番の日比さん、これはフラフラっと上がった打球がショートフライ、ツーアウトとなります。最終回ね、なんとか1点でもね、点差を広げていきたいところ、はい、初球外の変化球でワンストライク。さあ、お次のボールは、これもね、落ちる系のボール、空振りでツーストライクとなります。さあ、追い込まれました。その後ね、ボール1球挟んで4球目、これコンパクトに捉えていく、弾き返してツーアウトからライト前ヒットで出塁となります。ナイスバッティング。さあ、2番の大内さん、ただこれが、はい、サードゴロとなってしまい、スリーアウトとなります。1点差のまま9回へ。さあ、この回もね、大内さんがマウンドに上がります。最終回のマウンドも上がっております。はい、初球外ピッタピタのナイスボール。はい、そしてね、釣りボールになってしまいましたが、フォアボールにはさせません。釣りボール2ストライクとなります。
そしてこのセカンド前方へのゴロ、これを落ち着いて勝利し、まずはワンアウトです。さあ勝利が見えてきましたよ。あと2アウトです。これがねレフトへ弾き返されます。そしてレフトが後逸してしまう。足早い。ただねこれ4つは返されませんでした。ただ同点のランナーが一気に三塁へ行ってしまいます。最終回にも大ピンチ。はい、やらかしてしまった高橋さんはちょっとね座り込んでしまいました。切り替えていきましょう。まだ勝ってますからね。いい気合ですね。こういうね闘志あふれるピッチング。ここはちょっと抜けて3ボール1ストライクとなります。ね、暑いですからね、大差暑い群馬の地でこんだけ暑い試合をしていればそりゃ魂もねふつふつとボールに乗り移っていくでしょう。さあ3ボール1ストライク、これ叩きつけた打球がサードへ転がりホームアウト。ナイスプレイ。これね取ってすぐにホーム送球、そしてアウト。ナイスフィールディングです。ツーアウトです。さあ勝利まであと一人。ただね同点のランナーは一塁へいます。はい、気合の入ったボール、外ビタビタストライク。外野はねちょっと深めかな、やっぱりまあ間抜けてしまうとね一塁に帰ってきてしまうので外野は深めの守備位置となっております。そしてこのボールが外れてワンボールワンストライク。じっくりサインを決めております。さあセットポジション入る、長く持って、おーいいボール。最終回でもねこのボールまだまだ投げれています。これちょっと力入って引っかかってしまいましたかね。3ボール1ストライクとなります。さあできればねフォアボールを避けたいところ。はい、この打球高々と上がった打球はレフトが前進し両手でキャッチ。最後はレフトフライで試合終了です。1点差の好ゲームを制することができました。ナイスゲーム。中盤のね大ピンチをね6回7回とどちらも大ピンチでしたかね。1点で抑えての勝利となります。全野球で掴んだ最高の勝利、クニさん対戦ありがとうございました。はい、皆さんねこの表情です。藤川さんも一日ぴしゃりナイスピッチングでした。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。